教科書ですと250ページからのところになります。行政調査の話をいたします。その前にちょっと積み残したところで、こうした届出義務の違反に対して罰則を科すというのが、黙秘権の保障を侵害するのではないかという問題について、憲法問題が争われたことがあります。いわゆる川崎民商事件と呼ばれる事件でして、なんとか民商ってよく荒川民商とか奈良民商とか出てくるんだけど、民商って何って言うとね、民主商工会っていう、簡単に言うと少し何か税務署に立てつく団体です。気になる人は調べてみてください。川崎民商事件において最高裁は、一般論として刑事責任追及のための資料の収集に直接結びつく手続きには憲法38条1項の法意が及ぶとしながらも、収税管理による帳簿書類の検査、いわゆる税務調査ですね、これはもっぱら所得税の公平確実な付加徴収を目的とする手続きであって、事後に不利益な供述を強要するものとは言えないとしております。結論から言うとですね、黙秘権の侵害にはならないということを言っております。で、これに関して有名なのが、交通事故ですね。交通事故を起こした時の広告義務が課せられていることが、黙秘権の保障に反しないかっていう有名な問題があります。ここではですね、ここでは事故を起こしたという、発生日時、場所、死傷者数、負傷の程度、救護もしなきゃならないしね。そうした届出を義務付けるにとどまり、事故の原因とか、刑事責任を問われる恐れのある事故についてまで報告義務が課されているわけじゃないから、黙秘権の保障には反しないという判例があります。さて、このこととの絡みで次の行政調査の話に入ってまいります。で、行政調査というのはですね、行政機関が行政目的のために能動的に行う情報収集のことを行政調査と呼びます。だから申請とか届出がいわば受け身でね、行政が受け身で情報を収集する活動だとするならば、行政が能動的に、情報収集する活動のことを行政調査と言います。で、いろいろあるんですが、強制力の度合いに応じて分けるのが理解しやすいです。1番、まず調査に応じるか否かが全く任意である調査、いわゆる純粋な任意調査と呼ばれるものです。2番、調査に応じる義務というのは課せられてるんだけど、努力義務であったりとか、あるいは義務は課せられるんだけど罰則がついてないという、いわゆる義務履行確保の手段が法定されてない、つまり従わなければ違法にはなるんだけど、制裁措置がないと、つまり従わなくても痛くも痒くもないというね、そういう意見もあります。で、3つ目が、調査に応じる義務が課せられていて、拒否すると行政罰が課せられる、処罰されるよという、そういう類型の調査があります。で、これがね、一番一般的には、行政調査と呼ばれるときによく挙げられるものです。そして、もう一つが、調査に際して相手方の抵抗を実力で排除する、権限が、調査を行う公務員に認められている類型の調査に分けられます。最後の4つ目はね、ほとんど警察とかが行ってるのと同じでして、これはもうほとんど犯罪の捜査とかとやってることは変わらなくなってまいります。ということで、行政法ではね、やっぱり3番の類型というのがよく論じられています。これ本当ね、論者によってこの概念非常にまちまちに用いられるので注意してください。あと古い文献ですと、最後の類型、強制力を持って、相手の抵抗を実力で排除する権限が付与されている類型については即時強制の一種として、整理されてきたんですが、近年では強制調査として整理するのが一般的です。で、続いてです、括弧2です。これは行政調査を行う際に気をつけなければいけないことなんですけれども、収集する情報が、行政機関個人情報保護法、これは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律っていうんですが、この授業では、行政機関個人情報保護法と言い表します。行政機関個人情報保護法に定める個人情報に該当する場合には収集にも制限がかかります。これは皆さんよくご存知だと思いますけどね、後でまた詳しくやりますが、個人情報をですね、保有するにあたっては法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限
り、かつその利用の目的をできるだけ特定しなければならないこととされています。で、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の保有というのは禁じられています。これはまあ行政、なかなかこれは厳しく禁じられてますので注意をしてください。で、これまた皆さん実務的によく知っている話だと思いますが、本人から個人情報を取得するときは、例外的な場合を除いて、あらかじめその利用目的を明示することが求められます。ここら辺はですね、個人情報保護法の、まあ、一般実務でもよく行われてますので、皆さんもよくご存知なところかと思います。さて、続いてですね、括弧うです。職務質問に付随した所持品検査というやつですが、これは刑事訴訟法の授業でよくやるやつなので、まあそんなに詳しくは触れませんが、まあいわゆるその警察官の行う職務質問というやつです。これはどの類型に属するかっていうのは、さっき言った丸一番です。つまり調査に応じるか否かが全く任意な本当かよって思うかもしれませんが、純粋な任意調査です。ちなみに私40年近く受けてて、実は今まで職務質問を受けたことがなかったんですが、まあ悪いことしそうなやつに見えないのかなって感じなんですけど、この前初めて、ね、家の近くで職務質問を受けました。なんかこの辺りで最近不審火が相次いでるとかで、なんか心当たりないですかみたいなこと言われたんですけど、まあ僕はその火事があった日、出張で出かけてましたって言って難を逃れました。はい。で、有名な判例ですけれども、最高裁の昭和53年9月7日というのがあって、これは所持品検査、職務質問に付随する所持品検査が許されるかというものです。これは言うまでもなく、所持人の承諾があれば特に問題ないんですけど、承諾がない場合どうなのかっていう話ですが、この判決では、所持品検査の必要性、緊急性、そしてこれによって害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との健康などを考慮し、具体的状況の下で相当と認められる限度においてのみ許容されるという、これは皆さんもうお分かりですね。この授業でも何度もやってきた比例原則にのっとった判断を示しています。続いて、括弧 A です。行政調査と事前手続きというところです。これはなかなか、よく、行政調査という時には、盛んな論点ですが、所得税などの質問検査、いわゆるですね、税務調査における令状主義が適用が問題となった事案です。これが先ほども見た川崎民商判決なんですけれども、こんな風に言ってます。当該手続きが刑事責任追及を目的とするものでないとの理由のみで、その手続きにおける一切の強制が当然に右規定による保障の枠外にあると判断することは相当ではないと述べて、一般論としては行政手続きにも令状主義が及びうるということを認めています。ただその上で、質問検査というのは刑事責任の追及を目的とする手続きではなく、刑事責任の追及のための資料収集に直接結びつく作用を一般的に有していないということなどを理由に、令状主義が、法令上取られてなくても別に違憲ではありませんと、結論としては違憲ではないとした判決です。さっきからこんなのばっかだなって、黙秘権の保障も一般論としては及びうるけど結論としては違憲じゃないとか、令状主義も一般論としては及ぶけど、なんか結論としては違憲じゃないとかね、僕はこういう話をするときとってもこういう顔になっちゃうんだけど、結論としては違憲じゃないんですよ。で、この判決は成田新法、これは直接教編のところでやりましたね。成田新法事件でも引き継がれています。令状なき規制区域内への工作物の立ち入りについて定めた成田新法の3条3項について、同じような理由で、違憲の主張を退けています。で、そういうことでね、先ほどから出てくる話はね、黙秘権にせよ、令状主義にしても、結局のところね、犯罪捜査のために求められたものではない。犯罪捜査のためのものじゃないから、その令状主義が具体的な法令上の仕組みでね、令状主義が取られてなくても合憲ですと。黙秘権の侵害にはなりませんとか、その令状主義の侵害にはなりません、令状主義の先達にはなりませんっていうのが、これがもう最高裁が一貫して取っている立場だということです。
ただし、最高裁の決定ですが、平成16年の1月20日、100選の105事件ですけれども、税務調査によって取得、収集された証拠資料が、後に反則事件の証拠として利用されることが想定されたとしても、そのことによって直ちに当該権限が反則事件の捜査、または調査、または捜査のためにの手段として行使されたことにはならないとしていて、でもなんか本当これを言い出すとね、この論法を用いると、なんか先に税務調査をしておいて、そこでなんか犯罪の嫌疑を認めたら、なんかその証拠資料を使って反則調査に移るとかいうことをやると、なんか令状主義の広範な先達が認められるような気がいたします。っていう説明をしたんだけど、実は私、ちょっとここでは珍しく皆さんに意地悪をしています。あのね、その税務調査、質問検査ないし、税務調査、普通は税務調査といいます。税務調査と呼ばれる手続きと、反則調査と呼ばれる手続きの違いを知らないと何言ってんだかわかんないんです。私もですね、これ実は30超えてからこれについて知りました。これ知らなくても別に法学部もロースクールも卒業できるし、司法試験も法学部ですね。ちょっと置いといて。どう違うかっていうとね、税務調査っていうのは、私たちのような確定申告をしている、個人なりし、もちろん個人事業主、もちろん会社も含めて、確定申告をしている人の中のサンプル抽出をして、どのぐらいのサンプルなのかわかんないんですけれども、私のところにも来るかなと思って、いつもなんかドキドキしてるんですが、そのサンプル抽出をして、ちゃんとその確定申告をしてるかと。前もやりましたけど、収入とか所得とかね、必要経費とかいろいろごまかしてないかと。収入を過少に申告してないかとか、僕らみたいならほとんどマイナンバーで補足されてるから過少に申告しようがないんだけど、あるいは必要経費を過大に計上してないかとか、そういったことを一生懸命帳簿をひっくり返して、あるいは領収書とかひっくり返して調べる手続きのことを税務調査と言います。で、この税務調査っていうのは、それこそ実力を排して、うわぁ、やめろって言って実力を排して強制的にやるんじゃなくて、税務署の署員さんが、ある日突然家にやってきて、税務調査に来ましたってやってきて、で、お宅のその、過去5年間の領収書とかいろいろ見れてもらえますかって言って、で、なんだかちょっとこれじゃあちょっと経費としては認められませんねとか、いろいろやっていく手続きが税務調査っていうんです。で、結構ね、個人事業主の、運の悪い個人事業主のとこなんか行くと、大体個人事業主さんはね、昔からよく、東郷3とか空郎4とかって言って意味わかる？僕らみたいに、給与所得の人は大体10割、9割、所得って補足されてるんだけど、自営業者とか農家とかっていうのは5割、3割しか補足されてないっていう有名な話なんだけど、だから、税務調査に来ると、大体いろいろ、売り上げとかごまかしてただろう、お前ってことで、後から、公正処分。あるいは、公正処分だけじゃなくて、過少申告加算税の不可決定処分っていうのが下ります。なんだっけそれって、青色申告事件の時にやったやつです。ちょっと懐かしくなってきましたけどね。こういうものなんです。これに対して反則調査って何かっていうと、もう反則調査は全然話が違う。昔マルサの女っていうね、有名な映画がありましたけれども、もうなんかね、脱税っていうのはもうほんと組織的かつものすごく悪質にやってるようなマネーロンダリングとかね、やってるような、もうとにかくもう比較にならない、とにかくもう、刑事罰に処されるような、租税補奪犯とかね、そういったようなものに処されるような、比較にならないほど、悪質な事件を想定しているのが、反則、調査手続きってやつなんです。だから、この反則調査については国税査察官というね、それ専門の、国税庁の中の、この反則事件を取り締まることに特化した、その取り締まりのプロがいるんです。それこそ麻薬とか覚醒剤の時にね、警視庁だけじゃなくて麻薬の取締官、マトリって言うんだけど、厚生労働省の方にマトリっていうのが置かれてるとは有名ですけれども、言ってみれば、これは国税庁の中に置かれた警察的な、警察官的な、捜査と取締りの権限を有している機関だというふうに理解していただけるといいかと思います。まずちょっとここで切ります。